1841年に作成されたオーストリア南部鉄道の路線図ジダニモスト・シェンティリー。線はスロベニア共和国のジダニモストとシェンティリーを結ぶ路線である。シェンティリー駅からオーストリアとの国境を越えるとシュピールフェルト・シュトラス駅があり、ウィーン方面に直通する。反ヨーロッパ回廊の1 5号線、A 支線の一部を形成する。オーストリア帝国時代の1844年に、 ビィン・グロッグ・ニッツァー鉄道会社によって建設されたオーストリア南部鉄道の一部として、クラーツ・シェンティリ・マリボール館が開業したのが始まりである。1846年にはマリボール・ツェリエ館が、1849年8月18日にはツェリエ・ジダニモスとリブリャナ館が開業した。その区間の工事は1848年革命の影響で遅延されていた。 第一次世界大戦後、スロベニアは、ユーゴスラビア王国の一部となり、シェンキリ駅がユーゴスラビアとオーストリアとの国境駅となった。第二次世界大戦後は、社会主義路線を取る、ユーゴスラビア連邦人民共和国の成立と、冷戦の影響でオーストリアとイタリアを結ぶ列車は、主にタルビージオ経由の路線を使用するようになった。1991年から、 スロベニア鉄道がこの路線を運営している。全線が電化されており、伏線加工時も進められてきたものの、国境マリボール間は単線となっている。リュブラナとウィーンを結ぶ国際列車が当線を経由するほか、国内列車も設定されている。ありがとうございます。